はい、エナホームページ通販塾の新田でございます。今日はですね、一番最初のネット宣伝戦略ということで、ホームページを作った後の、告知とか露出とか宣伝について、まとめてみました。3つあります。1つはホームページを作るということは、イコールお店ができたという同義語になります。それについての説明と、2つ目は、宣伝、告知、露出の、実際の順番があります。小さな会社だからこそその順番を追っていくことで、コストも、かけないで徐々に成長していける、その順番をまとめてみました。3つ目は、実際のネット広告、こちら有料になるんですが、ネット広告の出し方についてまとめております。はい、まず1番目、ホームページイコールお店ができたと同義語ということですが、皆さんがホームページ作るということは、ホームページできたということはですね、それは何の宣伝になっているかといいますと、リアルのお店とかリアルの会社の宣伝になっているわけです。では次に、ホームページ自体を誰が宣伝してくれるかっていうことなんですが、インターネットの世界というのは非常に広い世界なんですけれども、その中から実際の自分の店舗、ホームページの店舗に人を寄せてくれる、集客してくれるものは何かと言いますと、ブログとか、Twitter、Facebook、そしてネット広告というように、そういう媒体があります。ホームページを作っただけでは人は訪れてくれません。残念ながら。ちょっとここが誤解されている方がたまにいらっしゃいますが、ホームページを作ったら今度はホームページの宣伝がいります。それがブログであり、ツイッターであり、フェイスブックであり、ネット広告ということになります。そして、ホームページの方、宣伝、告知、露出の順番ですが、できたばかりのホームページは誰も知らないわけです。ですので、どんどん露出をして、アクセスを増やしていきます。まずその順番ですが、1番目はまずボリュームを増やします。これはなぜかと言いますと、検索エンジンで検索されたときに、トップのページ、1ページ目のとにかくトップに出ることが一番アクセスを増やすことなんですが、その判断基準っていうのは検索エンジンが握っております。検索エンジンさんがこのページは大変優れてますよと、例えばニキビについてたくさん書かれているので、このページに探してきた方を誘導したいというふうに検索エンジンが選ぶわけです。ですので、その検索エンジンが選ぶ基準というのをまず掴んでおかなくてはいけません。その、検索エンジンが評価をする基準が大きく2つありまして、本当はもっとたくさんですけど、2つありまして、1つはホームページの歴史があること。2001年できたホームページと2012年でできたホームページと、どっちが歴史があるかっていうことなんですね。長く続いているホームページほど歴史があって、信頼されてもいいだろうというような評価になります。で、2つ目はページ数です。10ページしかないホームページと、100ページあるホームページと、どちらが情報量が多いかっていうのは一目瞭然だと思います。はい、ですので、ページ数を増やすっていうことが大事です。ページ数増やせないシステムとか仕組みはのホームページは辛いんじゃないかなというふうに思います。そういう意味でも、で、1番目戻りますが、ボリュームを増やす、網を大きく広げるということで、一番最初にこれをやってほしいです。ページ数を増やすと、私の会社の、ホームページの方ですと、システムですと、店長ブログとかスタッフブログとか、自分で増やせるページを作っております。こちらでまず100ページちょっと多く感じますか、100ページ日記なり、もう商品説明なり、本当に日々の暮らしでも何でもいいんですが、100ページ増やしてください。そうしますと、すごく大きなボリュームになりますので、それだけでも検索エンジンバーンと上の方に乗るようになります。で、2つ目は、検索エンジン、Yahoo とか Google への登録ということです。ホームページ作ってくれる会社が多分登録してくれてるとは思うんですが、うちの場合はですね、例えばブログとかなんとか作ってもらいますと、自動でその Yahoo とか Google に今ページを増やしましたっていうふうに、こっちから
知らせるシステムでできてますので、増やせば増やすほどどん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 登録されていくっていう風な仕組みで作っております。で、例えば僕のエナホームページ案塾のブログなんかですと、1個1ページ日記を書きますと、わずか数分とか10分ぐらいで登録されて、その記事が検索エンジンに載ってるっていう風になります。300ページぐらいもう持ったのかな、あるんで、検索エンジンの方もまめに私のホームページとかブログ見てくれてるようで、本当にすぐ載るようになってます。ここまで来ますと大変実力のあるサイトホームページになってると思います。その上で3番目、これちょっとカッコなんですが、 Yahoo ビジネスエクスプレスということで、Yahoo にカテゴリー登録をしてもらう、その有料のサービスがあります。これ1回だけお金かかるんですが、これをされますと、Yahoo からリンクを紹介をされているページということで、それもガーンとランクを上げることになります。で、これはですね、ちょっと今これをしなくても結構露出、今のページを増やしてるんで露出ができるので、括弧にさせてもらったんですが、ビジネスされてる方、通販とか、そういう場合にはもうやっておいて間違いないと思います。ただお金がかかることですので、もう1番2番とにかくページを増やしてからやられることをお勧めいたします。で、4つ目が、ネット広告と有料広告になります。Google の検索で出てくる広告と Yahoo の検索で出てくる広告で、前者 Google は AdWords という会社、 Yahoo は Overture という会社が専門でやっています。この2社だけでいいと思います。ネット広告は他の会社のものもあるようですけど、全然露出のパワーが違いますので、もうこの2社だけで十分だと思います。で、ネット広告の出し方ですが、まずネット広告といいますのは、この、例えば検索でさキーワードを入れます。で、叩きますと、このスポンサードサーチとか、こちらの右側、赤枠の方に出てくるものがネット広告です。で、こちらの左側の方は、検索エンジンに出した推奨するページということで、こちらはお金のとか思惑の入っていない部分で、こちらはビジネス用の枠として販売している広告枠でございます。で、どっちがいいのっていうことなんですが、Google と Yahoo のネット広告はそれぞれ癖が違うようでして、昔言われてたの、 Yahoo は女性に強いとか消費者ビジネスに強いとか、 Google はプロ B2B とか会社を探したりとか、そういうものに強いっていうふうに言われてましたが、あまり一概にも言えない感じがいたします。で、今スマートフォンとか、ブログの中に広告を出したりっていうことで、その辺のシステムはやっぱりちょっと Google の方が優れている感じがするんですね。ブログで例えば趣味のブログを書かれてる方のブログの中に広告枠で、自分の会社が出ると、すごく親和性がありますので、同じ趣味のものでそういう商品を販売してたりすると親和性があるので、そうすると、ちょっと Google の方がいいかなっていうふうに思っております。僕自身は。で、実際の広告出稿についてはまた会員通信の方で、こちらはちょっとノウハウになりますので、お知らせいたします。で、1個だけです。ノウハウを、お知らせいたしますと、ネット広告せっかく出した場合にですね、例えばニキビっていうキーワードで僕は素肌ビエールの広告を出したとします。で、ニキビで素肌ビエールのトップページに入れたいわけですね。でも入れてしまいますと、ニキビ以外の情報がたくさんあるホームページなんですよ。トップページはそうなりますよね。ニキビだったり、シミだったり、赤ら顔だったり、いろんな素肌の情報のホームページ、そのトップページに、ニキビっていう広告で出したところでクリックされたお客さんっていうのは、あれと、これ私が見たいサイトじゃないわっていうことで、よそに行ってしまうっていうことがありますので、キーワードと
それに準ずる商品、売りたい商品詳細のページに必ず広告宣伝をすると。これを間違えないでいただきたいと思います。知らない、ちょっと広告すりゃいいやって思ってる業者さんっていうか制作会社さんですと、そういうことがありまして、アクセスが増えればいいとか、その今のトップページに入れてしまえばいいっていう風なちょっと雑なことをしかねない可能性があるので、キーワード、まあ、当然お客様はどんな人を想定するかっていうのは大事なんですが、キーワードがあって そこに行ってお客さんがこう情報を見て感情がずれないままこう購入したりとか、お問い合わせをしたりっていう風に、広告の方も設計していただけるとよろしいかと思います。それではこちらの方はここまでとさせていただきます。質問の方は、info@enahomepage.com の方、メールでお願いいたします。お気軽にご質問ください。以上です。